チャオ、日高よしみです。今回のまあ主役といいますか大葉ですね。まあ、これもまた昔の話になりますけども、バジリコがなかなか日本で手に入らなかった時代、同じシソ科の、まあ、このシソ大葉を使ってよく料理を作ってた時代があるんですね。この大葉ってすごく我々日本人にとってもすごく親しみのある味ですし、たまに食べたくなるものですよね。今回これを、冷たいパスタのペースト、ペーストアラジェノベーゼ、冷たいパスタを作っていこうかと思います。なんか緑をいっぱい食べたいなっていう感じがするので、この緑野菜揃えました。グリーンアスパラとインゲンとブロッコリー、あと芽キャベツ、そして金星やそら豆、こういう野菜をたっぷりこの大葉のペーストと一緒に食べていこうかと思います。田中さん、はい、じゃあこれちょっとボイルしてください。はい、それぞれ塩入れて、はい、お願いします。入るかいん、ちょっとカットして、どうぞ。芽キャベツも入れます。野菜はねちょっと柔らかめぐらいに茹でておきます。で、まあ、理想は氷水に入れるんじゃなくて、おか揚げで冷やすという感じですね。金星はもうこれさっとです。最後に入れちゃいましょうか。はい、じゃこれが柔らかくなったら、もしくは火が入ってたやつからおか揚げにしていったらいいです。はい、で全部全体的に柔らかめでお願いします。はい、じゃあ大葉のペーストを作っていきます。ですね、大葉とこれベルギーエシャロット、なかなか手に入らないですよね。その場合玉ねぎを少し使っていただければいいと思います。まあ、分量としてはそうですね、こういう玉ねぎも少量こんな感じで切っておきます。あとニンニクはこれもう好みになりますけども、少しだけ入れちゃいましょうか。ちょっと風味で入れます。そしてあとこの大葉ですね。やっぱりこの大葉の香りっていうのはいいですね。なんか爽やかな感じがします。ちょっと多めに作っちゃいましょうか。まあ、ちょっと最初に少しザクザクとこう切っておきます。あとオリーブオイルですね。ちょっと一回に入らないで最初に半分回します。まあ少し回して残りの大葉も入れていきます。オリーブオイル、だいぶ柔らかくなりました。はい、これを、まあ、事前に茹で上げてちょっと冷ましておけばいいんですけども、ちょっとブラストシェラーで冷やそうか。はい、一瞬入れてください。はい、じゃあちょっと野菜を冷やしている間にパスタの方を茹でていきましょう。今回フェデリーニですね、スパゲッティーニよりも少し細めの、大体あったかくして食べるんだったら4分ぐらい、冷たいパスタの場合は7分、大体7分ぐらいですか。はい、じゃあお願いします。はい、冷たいパスタを茹でるときは表示の茹で時間よりもだいたい2分ぐらい長めに茹でて、それをまた氷水に締めます。で氷水に締めるってやり方はイタリア人はほとんどしないですね。どっちかというと日本的な感じで、ただやっぱりこう締めた方がやっぱコシが出ますね。冷たくしてアルデンテ、だいたい7分、7分何秒、7分10秒、はい、その10秒にこだわりがあります。この大葉のペースト、もうちょっとオイル足してですね、もう少しだけ、
あと塩味ですね。塩味もここでつけていきましょう。軽く塩、で一回もう混ぜます。野菜、そら豆はむいてしまいます。じゃあ田中さん、これお願いします。はい、あとのお野菜もパスタと絡みやすいような感じに切っていきます。芽キャベツ、はい、これをボウルに入れます。そしてあとブロッコリーもこれ半分ぐらいでいいですね。これのね、まあ、今日緑の野菜揃えましたけど、緑じゃなくてもいいですよ。もう本当にあの野菜はお好みで、ただ今日なんか色をねちょっと統一してみたかっただけで、絹さやも目にこういう感じでカットしていきます。人参はちょっと長いから、これの3分の1ぐらい切っちゃうかな。でそら豆は開きます。アスパラガスも斜めに切っちゃいましょう。まあ、穂先はこうやって半分にこう切りましょうか。こういう感じで、はい、野菜をこういうふうに用意します。そしてちょっと下味の塩を軽く、まあ、塩ゆでしてるんでそんなにいらないですね。じゃあ、ゆであげましょう。はい、少し柔らかめに茹でて、氷水で一回ね、冷めたらちょっと食べてみたらいいですね。うん、それで冷たくしてアルデンテって感じで、水気をよく絞ります。これ大事ね、水気をよく絞って、さらによく水気を拭きます。これで水気が残ってるとどうしてもシャバシャバした感じになるので、水気を十分に拭いてしまいます。で、あとこの、大葉のペースト、ここに入れて全部一緒に混ぜてもいいんですけども、少し分けましょう。これが麺と和える方、そしてこちらの方は軽くちょっと少なめにですね和えておきます。でこれは上から後で乗っける分ですね。ちょっとだけ塩を足します。野菜はねもう本当歯ごたえないぐらいの方が美味しい。柔らかめ。はい、じゃあこちらでパスタを和えます。少しオリーブオイル足します。ちょっとパスタも食べてみます。もうほとんど塩味のチェックですね。塩味、塩を少し、少しだけね野菜をここで入れます。でこれはもう一緒にお皿に盛ってしまうと。じゃあ盛り付けていきます。YouTube 始めた頃にジェノベーゼのパスタって作ったんですけども、あの時もちょっと盛り付け同じような盛り付けしたんですが、2通りありましたね。2通り、1つは天高く盛る方法、そしてもう1つはこう斜めにずらす方法、もうよかったらそれ見てください。そしてここであえた野菜ですね、野菜を少し絡めたもの、あんまり意味なかったかなこれじゃあこの野菜を乗せましょう。まあ、これ今日は冷たくしましたけども、大葉のペーストも温めてもらってもいいですね。温かいパスタで、そうするとまた香りもねお皿の中で立ってきます。はい、これで完成なんですけども、まあ、こういう、まあ、いつも使っているからすみですね、うちの唐津の取引先唐津海さんのからすみ、まあ、こういうのをかけるとなおさらさらに美味しいかなと思います。じゃあこれを、支配人とマネージャーイケメンコンビに食べてもらいましょう。瀬川さん、杉沢さん、はい、はい、瀬川です、よろしくお願いします。
杉澤です。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。好き。こういうのいいっすね。すごい爽やかし、うん、美味しい。食べる前にちょっとこのカラスミをね。まあ、はい、まあ、これはまあおまけですけどね。これは間違いないですね。あのちょっとごまをいったやつ、黒ごまとか、ごまもすごく合うんですよね。まあ、黒ごま、白ごま。あとあのいろんなナッツ、まあ、杉澤さんちょっと苦手なんだけども、くるみとか、何かをちょっとね、これもいったやつ、いったやつを上から振りかけるといいアクセントになる。いや、からしみが上がるとまた全然違いますね。どんどん食べちゃう、ね、日本酒っぽく、日本酒が飲みたくなってきて。どうですか、野菜は。硬さもすごくちょうどいいというか、柔らかいでしょ、ちょっと。そうですね、柔らかいのがちょうどいいでしょ。これあの氷水につけてあのちょっとパリッとしたらね、ちょっと違和感があるのね。むしろこう柔らかめにしてパスタとして食べるとうまく口の中で融合される、まあ、そこをちょっと意図したんですけど、統一感がありますよね、うん、出ますよね、すごく。今日入ってるお野菜がこういうちょっと春の食材が主体となっているのも、春の野菜の力強さを非常に感じる爽やかなパスタだと思います。まあ、春だったらちょっと桜エビ、あの乾燥のね、ああいうのを上からかけてもいいし、ちょっと桜エビも同じくあのフライパンで空入りして上からかけてもいいしね。杉澤さん、もう大葉のこの爽やかさが、まあ、春もいいですし、こう夏場の、まあ、冷たいパスタなんで夏場とかすごく合うかなっていう。そのそうめんでちょっと飽きてきたらパスタでこう冷たいパスタ、大葉とか、まあ、ジェノベーゼとはまた違 う、 こう日本らしさというか、いいですね、これもめちゃめちゃ。合うワインは、合うワインですね。まあ、ちょっとこう爽やかなニュアンスがあるんで、まあ、キリッと冷えたソーヴィニヨンブラン、こうハーブのニュアンスとかを足しても美味しいのかなとは思います。はい。まあ、あの杉澤マネージャーの場合、あの本当去年ソムリエの資格取ってで、まあ、これからどんどん経験を積んでいくところなんで、またサブチャンネルの方でですね、鈴木と、杉澤のワイン動画、そこにあの直井と河合が料理を作るというシリーズをまた、多分これが流れる頃にはもう配信してるかしてないかです。そちらの方のサブチャンネルも見てください。はい、じゃあ向こうで、はいはい、ありがとうございました。まあ、ということでですね、まあ、大葉のペーストをベースに、まあ、野菜を加えましたけども、後で上から加えるものをからすみであったりごまであったり、もしくは桜エビ、ナッツ、まあ、そういうものを増やしていくと、どん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 なんか楽しいパスタになってきますね。で、冷たくしてもよし、温かくしてもよし、いろいろあの応用が効くかと思います。ではまた次回。チャオ。